今回は富士市本町の街中にある札幌ラーメン北道に行ってきました。メニューはこちらですね。もうシンプルですね。味噌、塩、醤油のラーメンにそれぞれチャーシュー麺がありますね。それにあとはライスがあるって感じですね。お店のカウンターのみで店主だけがやってる小さなお店でした。そして今回は味噌ラーメンも注文してみましたね。油膜の張るくらい濃厚な味噌味でいつまでも熱々になってました。麺は固めの中太ちぢれ麺で、具は細切れのチャーシューとネギ、玉ねぎ、メンマになってます。テーブルの調味料はこちらですね。一味唐辛子と胡椒です。それではいただきます。まずはスープですね。うん、美味しいですね。熱々でキレのある濃厚な味噌味で最高ですね。そして麺です。こちらの中太ちぢれ麺は固めで長さもちょうどよくて、スープによく絡めますね。ものすごく食べやすいです。これはとっても濃厚な味噌味で食べる手が止まりませんね。こちらの店は富士の街中にあるんで、この塩味の強いラーメンは飲んだ後の締めの一杯に最適だと思いますね。そして途中で一味を加えて味変ですね。一味を加えても味が変わって美味しいです。本日も美味しくいただきました。ご視聴ありがとうございます。